F1 やスポーツカーレースを中心に、長く世界のモータースポーツで活躍を続けるイタリアのフェラーリ。そんなフェラーリが、かつてラリーの世界でも第一線で活躍していたことをご存知でしょうか。皆さんこんにちは、モーター天国のレインです。今回はフェラーリのラリー活動の歴史、エピソードについて解説していきます。このチャンネルでは、モータースポーツや車の様々な歴史、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。今回はこのような内容を解説していきます。もともとレーシングドライバーとして活躍していたイタリア人、エンツォ・フェラーリによって設立され、その歴史をスタートさせたイタリアの自動車メーカー、フェラーリ。エンツォらのレース活動を行うアルファロメオのディーラーチーム、ソチェタ・アノーニマ・スクーデリア・フェラーリが母体となり、1947年に自動車製造メーカーとしてのフェラーリが発足。そのルーツがレース活動であったこともあり、モータースポーツでの活動資金を得るために、レースで培った技術を応用した市販車を売るという、生粋のスポーツカーメーカーとして、その歴史をスタートさせたのです。そんなフェラーリは、創設から間もなくして始まった F1 世界選手権に、初年度の1950年から参戦を開始。1951年には初優勝を挙げ、その名を世界に知らしめていくと、1961年には初めて、コンストラクターズチャンピオンを獲得していました。そして、F1 と並行してスポーツカーレースにも早くから参戦。1949年には初めてル・マン24時間レースを制すると、1953年には、この年から発足したスポーツカー世界選手権で、初代チャンピオンを獲得。50年代から60年代のあらゆるモータースポーツカテゴリを牽引して、フェラーリは確固たるブランドイメージを獲得し、その流麗なデザインと高い性能を誇るフェラーリの市販モデルも、世界の自動車ファンに支持されるようになっていったのです。そんなフェラーリが、ラリーに本格参戦を果たしたのは1970年代のことでした。1970年代前半、フェラーリのレース活動は転換期を迎えていました。60年代後半に経営状況が悪化していたフェラーリは、1967年にル・マン24時間レースから撤退。その後、エンジンの共同開発をきっかけに提携が始まった、フィアットグループとの関係を強め、1968年には完全にフィアットグループの傘下に収まることになっていました。これにより、フェラーリの市販車部門はフィアットグループの管理下に置かれることになりましたが、モータースポーツ部門であるスクーデリア・フェラーリは、エンツォ指揮のもと活動が継続していたのです。そんな中、60年代後半以降のフェラーリは F1 で苦戦。当時、F1 のエンジン規定が最大排気量3リッターに変更されたことで、ロータスがコスワース、フォードと共同開発した DFV エンジンが高い戦闘力を発揮、フェラーリはこれに180度 V 型12気筒エンジンで対抗していましたが及ばず。1973年は未勝利に終わっていたのです。すると、この屈辱的な結果にエンツォが激怒。本業の経営状態が悪い中、様々なレースカテゴリに参戦していたフェラーリは、そのリソースを F1 に集中させることを決定し、その他の一切のカテゴリから撤退していたのです。この回もあり、フェラーリは1975年に F1 王座を奪還。70年代後半には、再び他カテゴリの参戦を検討し始めている頃でした。一方、当時フェラーリのディーラーを務めていたイタリアのミケロット社は、それまでもエンドユーザーのため、フェラーリの市販車ベースとしたレーシングカーの製作を手掛けていました。そんな中、フェラーリが1975年に販売を開始した市販モデル、308GTB が、彼らの元に納入されると、この車両がラリーのベース車両に最適だと感じ、エンツォにラリー参戦を提案。ちょうど F1 以外のレース活動再開を検討していたフェラーリ側も、これに興味を持ったため、フェラーリとミケロットによるラリー参戦プロジェクトがスタートしていったのです。こうして始まった、フェラーリとミケロットのラリープロジェクト。
ミケ・ロットが目をつけた 308GTB は、70年代前半に登場していたフェラーリ D の 308GT4 をベースに製作されたフェラーリで2番目となるミッドシップエンジンレイアウトのスポーツクーペで、エンジンには 3LV8 を採用。当時、ラリー競技ではミッドシップエンジン、ショートホイールベースのランチアストラトスが圧倒的な強さを見せていた頃でしたが、308GTB はホイールベースこそストラトスより200ミリ長かったものの、ミケロットは軽量でミッドシップレイアウトのシャーシがラリーで優位性を発揮できると考えていました。フェラーリは競技向けに段差や障害物を乗り越えるためのグランドクリアランスを拡大し、エンジンベイの設計が変更された特別仕様のシャーシをミケロットに提供。ミケロットでこれをもとに FIA グループ4規定のラリーカーが製作されました。このグループ4仕様の 308GTB はエンジンに手を入れ、高圧縮みピストン、改造を施したバルブ、カム、機械式燃料噴射システムなどで競技仕様に置き換えられ、パワーは市販モデルの255馬力から約300馬力まで向上。サスペンションの設計やブレーキシステムは市販モデルと同様でしたが、ラリーでの路面条件を考慮して車高やストローク量は競技仕様に最適化され、ブレーキバランスコントローラーなども搭載されました。ボディは市販モデルでも FRP を採用しており、十分に軽量でしたが、競技用にワイド化するためオーバーフェンダーで武装、ワイドトレッド化が施されていました。こうして1978年、 308GTB はグループ4ホモロゲーションを取得。それまでもプライベーターがフェラーリの車両を用いてラリー競技に参加したことはありましたが、フェラーリ本社が携わったプロジェクトとして初めてラリーの舞台に羽根馬が登場することになったのです。こうして1978年にデビューを果たした 308GTB、 イタリア、フランスの選手権を中心に参戦を始めましたが、すぐに高いポテンシャルを発揮し、翌年の1979年にはラファエレ・ピンと操る 308GTB がモンツァラリーを制し、初優勝を達成。1980年代に入ると、1981年にヨーロッパラリー選手権の一戦に組み込まれていたツール・ド・フランスオートモビルでジャンク・ロード・アンドリュエが優勝。アンドリュエは翌1982年もツール・ド・フランスオートモビルを制し、同大会2連覇を達成したのです。そしてこの年、 308GTB はイタリアラリー選手権でも活躍。ジョリークラブのトニーノ・トニャーナの活躍で見事ドライバーズチャンピオンとマニュファクチャラーズチャンピオンのダブルタイトルを獲得。フェラーリにとってはこれが最初にして現在のところ唯一のラリーでの国内選手権タイトルとなったのです。そしてこの年の世界ラリー選手権 WRC の舞台でも308はそのポテンシャルを発揮。この年のツール・ド・コルスではアンドリュエが2位に食い込む走りを見せ、その戦闘力の高さを証明したのです。しかしそんな中、世界のラリー競技ではこの年からスタートしたグループ B 規定に移行。ミケロットでもこれに対応するためグループ B 仕様の 308GTM を製作し、参戦を継続。当初はグループ4仕様と同じ2バルブエンジンでしたが、後に4バルブに置き換えられ、そのパワーは約400馬力まで引き上げられていました。しかしこのグループ B 規定は308に不利に働くことになります。308は初期生産モデル以降、市販モデルのボディ素材を FRP から従来のスチールパネルに変更していましたが、グループ B では市販車同様のボディパネルを採用しなければならないという規定があったため、車体重量が増加。さらにグループ B ではエンジンの排気量に応じて細かく最低重量が設定されることになりましたが、308では本来の車重からさらに100キロ以上のバラスト搭載が必要に。さらにこのグループ B の発足以降、多くのメーカーが参入し、ワークス勢の開発競争が加熱していきましたが、フルワークスでないフェラーリはグループ B にそこまで多くの予算とリソースを割くことはできず、その開発は難航したのです。そして結局このマシンはグループ B ホモロゲーションを取得したものの、世界選手権に登場することなく、スペインなどの小規模な大会のみでの活躍にとどまることに。フェラーリのラリー活動はグループ B 以降を機に停滞することになったのです。
そんな中、フェラーリでも過激な開発競争が繰り広げられていたグループ B の第一線で通用するマシンとして、新型のホモロゲモデルの計画をスタート。ライバルメーカー同様エボリューションモデルを製作して、WRC に投入する計画が打ち出されたのです。308GTO をベース開発された新型のミッドシップスポーツ 288GTO はグループ B のホモロゲーション取得を念頭に開発され、エンジンは当時のグループ C プロとランチア LC2 に搭載されていた3リッター V8 ツインターボエンジンをベースに排気量を縮小して 2855cc で搭載。この排気量はターボ係数をかけたときにグループ B 規定の4リッタークラス以下になるように最適化したものでしたが、当時のグループ B ラリーカーは小型で最低重量の小さい3リッター以下や 2.5 リッター以下のクラスが主流。さらのこの288は308に引き続き MR レイアウトとなりましたが、これも当時のグループ B では 4WD がマストであり、288が登場しても WRC では通用しないだろうというのが大方の見方でした。その後288はホモロゲーション取得のため生産がスタートしていましたが、その矢先1986年の WRC で重大事故が多発したことから、グループ B 規定はこの年限りで急遽廃止に。これにより288がラリー競技の舞台でその走りを見せることはなかったのです。 WRC では車両規定がより市販車に近いグループ A に移行することになりましたが、結局これ以降フェラーリが公式に携わったラリープロジェクトはありません。70年代から80年代にかけて活躍を見せた308のラリープロジェクトは、長いフェラーリの歴史の中でも大変貴重なものだったのです。いかがだったでしょうか。今回はフェラーリ308のラリープロジェクトについて解説しました。このチャンネルではモータースポーツや車の様々な歴史、解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。